どうも、おはようウサギ、大崎です、今回は大人気企画チャレンジウサギ第8回でございます。イエーイ。はい、第8回まで来ました。今回のチャレンジはですね、2段階ドッキリでございます。その2段階ドッキリの内容がこちら、見えるかな。で、2段階ドッキリ、水嶋唯人代表をね、ビリビリボールペンで、仕掛け人の水沢るいプロデューサーと一緒にね、ドッキリにはめます。でね、るいさんノリノリですというのが第1段階で、2段階ドッキリなんで、実はドゥドゥン、こちらが本当のドッキリですね。実は唯人代表が本当の仕掛け人ですね。ユイト代表は全部知ってるんですけれども、ルイさんは知りません。一緒にユイトさんのことを騙すと思ってます。で、一緒にユイト代表にビリビリボールペンを仕掛けるんですけれどもね、ここでユイト代表がビリビリボールペンのせいで携帯を水没させてしまうんですね。で、僕にもう全部分かった上で、おいリクどうしてくれんだよとマジギレ、めっちゃマジギレしてもらって、それを見てるルイさんは一緒に騙したから見ていてどうしようみたいな、めちゃくちゃキョロってる、そんなびっくりでございます。全部ね、ユイトさんと僕は知っているんですね。なんでユイトさんの協力がね、必要なんでね、今回の本当の仕掛けに水嶋唯人代表に登場していただきます。お願いします、ユイトさん。どうも。おお。真の仕掛け人水嶋唯人代表でございます。はいどうも。はいどうも。ね、今回は一緒に二重ドッキリに参加してもらうということで。いや、ありがたいありがたい。最後にね、もうルイさんがえってなるぐらい、マジでよ、マジギレをねしてもらうんですけど、どうですか意気込みの方は。いやビビるぐらい切れてやろうかなと思って引くぐらいねね、まあそれに向けてね、実はね、もうあのルイプロデューサーとはね、こういう形で、あのユイトさんを騙す手はずをね、あーはいはいはい、あーなるほどなるほど、はい、じゃあ今日はね、その動画を一緒に見たいと思います。めっちゃ見たい、見たいと思います。はい、今がね、ノートで撮影したね、ルイさんとの画像を見たいと思います。どうも、おはようウサギ、大崎です。今回大人気企画、チャレンジウサギ第8回でございます。今回はですね、当店財前弥勒官房差西尾東馬副主任、そして水嶋唯人代表をこのビリビリボールペンを使ったドッキリにはめるという企画でございます。弥勒とね、東馬は後輩なんで全然ねいいんですけど、ただね、唯人さんが代表ですし先輩ですし、若干このビリビリボールペンではめるのは気まずい。そこでね、スペシャルゲストをねご用意しまして、この人でございます。お願いします。どうも、水沢るいプロデューサーです。どうも。ニヤニヤしてるよ、ね、ニヤニヤしてますね。水沢さんと一緒にドッキリに臨みたいってラストをしたいと思います。よろしくお願いします。やってやるぜ、この話じゃ、はいはい、すごい威力確認してください。これはユイトさんもドッキリです、ね、これを使って2人でドッキリ仕掛けます。よろしくお願いします。ということでね、ニヤニヤしてるね、この人は、うん、未だにこう思ってるんで。はい、ということでね、はいはい、じゃあ今回は、うん、仕掛け人としてよろしくお願いします。いや、こちらこそ。で、最後にね、まあ真の仕掛け人として本当の握手します。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ準備できたんでね、リハーサルもバッチリなんで、はい、ルイさん呼んでみたいと思います。はい、今ね、待機してくれてるんで電話かけます。
あ、もしもし。あ、お疲れ様です。あ、お待たせしました。はい。あ、撮影器具の準備とかできたんで、はい。あ、もういつでも大丈夫です。はい。あ、もう全然気づかれてないですね。はい。あ、なんで、もうルイさんはそのままビップに入ってしまう。はい。あ、はい、お願いします。はい。失礼します。俺、このままビップ入ればいいの？そうですって言ったら、お、任せろ。もうちょっとね、水沢悪いプロデューサー、到着します。ほうで、私、ゴールデンナイトチューバーのダニエルです。ついに生まれ変わっちゃいますね、ナイトチューブ。ふぅー！まあ、おじして、日本中の夜に革命を起こしますよ。Get your man life right now! さあ、ずらり並んだ最強コンテンツ、早速ご紹介しましょう。まずは、ナイトチューブ最大の武器である、レギュラー番組から、Here we go!毎日スタジオから生配信される個性豊かなホストチャンネルは歌舞伎町だけで60番組 YouTube へアップした動画数はなんとなんと日本一の5000オーバー Unbelievable よく聞いてすでに1日3万人もの視聴者視聴数1億人を突破しておりまだまだ増えております盛り上がってるねもちろんお店もホスト情報も完全にフォロー知りたい情報にすぐ出会えますよそしてお気に入りのホストが見つかったら24時間追いかけろツイキャスで日本全国のホストの今を一望できます番組では見られない特別な僕を見てそんな特別なホストたちの中から顔、体、おしゃれ日本一は誰か24時間365日集計し大決定そして年に一度各ジャンルのナンバーワンを集結させミスターホストを決めるビッグイベントを開催こんな風にサイトのタイムラインは今しかないタイムセールなどリアルタイムに集客へつながる日本一ホットなタイムラインナイトチューブのタイムラインを制する者が夜の街を制するのです僕らに大事なのは今なんだライブマップで今行ける今遊べる今食べれるそんな今を楽しめるお店やサービスが一目瞭然これはありがたすぎるもう一つ経営者さんたちにグッニュースナイトチューブではホストになりたいという日本中の希望者に自らアピールできる場所を提供担当者さんはオンラインで気軽にオファー可能なんですいかがですかやばいっしょナイトチューブこの辺とかその辺とかこんなところまで広告買い物ですこの最強ウェブサイト乗っかってないと恥ずかしいかもさあ試した人から面白いご参加プランはこちら。詳しくはお問い合わせください。ついにやってきました。こちらの特別ゲスト。水沢ループロデューサーと一緒に水島唯人代表をこのビリビリボールペンでびっくりさせたいと思いますよろしくお願いしますじゃあ財前ミロッカンボーさんお願いしますはい緊張するはい、じゃあドラえもんのよドラえもんここにそっくりに書いてくださいガチではい行った書いてくださいガチではい行ったはい、行った。はい、行った。いやいやいや。行った。何？ごめん。いや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 。このボールペンかけないんだ。かけないんだこのボール。そういう感じですね。そういう感じです。
すごいシュール。うわまさかの。いや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 。ドキでした。いった。まあ、シュールでね。ミロケ。ありがとう。いい反応ありがとう。いや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 ドラえもん書く。いやいやいや、全く書けないですね。なんか生殺し感があんまないですけど。これ、え、これ、これで終わりですか？終わり。いやいや、終わりです。お疲れ。お疲れ。お疲れです。そんなことある？じゃあ、トーマにだけは、トーマって言ってたし。じゃあ、一応トーマ、副主任、お願いします。はい、どうぞ。じゃあそっくりなね、ドラえもんを描いてもらうということで、はい、はい、どうぞ。はい、痛い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 。お前反応はね、あれだよ、リアルすぎて面白くない。面白くない。ちょっとあれ今こう「うわっ！」みたいな思い切りしてみて。普通にもう先に行っちゃったっしょ絶対。いきますよ。うん、めっちゃ痛い。エレキエモン。これはやっぱり痛い。痛いんだ。痛い痛い痛いっすよ、これ結構痛い。しかも電池なんか落とすか落とさないかぐらい微妙な痛さ。トーマごめんね。書いて書いて、普通に書いて。わかりました。これ書けない、書けない。これはやばい。トーマごめん。これはまたリクさんのことを好きになりました。トーマ、これだけだよ。終わりだよ。どれも書く。俺もこれだけのために来たんだよ。まあ、書けなさそうな。じゃあ最後きます。やばくけない。水嶋優斗代表お願いします。よし。はい、じゃあそれではドラえもん、お願いします。いいよ。いった。待って待って。え、マジか。え、嘘でしょ、マジで。それ電池パック取るんだっけ。え、ちょ、マジで待って、マジで俺これ変えたばっかなんだよ、この間。え、ちょ、マジで待って、マジで待って。いや、待って、ほんと待って、待って、一回ちょっと待って。いや、いいよ、一回ちょっと待って。え、だる。え、え、そ、そんな、一瞬でだる、だる、マジで。いや、つかねえよ。最悪なんだけど。うわ、マジか、超だる。え、ちょっとマジ、ちょっとこれマジ俺今払ったばっかだからさ。え、だる、だる。え、ほんとにつかないの。え、つかないっすよ。え、そんな一瞬。え、つかないっすよ。マジか、超だる。すいませんじゃないよ。弁償してよ。え、いつかこれ弁償代だけもらって。いや、チャンになってないって。え、超だるんだけど、マジで。え、マジか、超だる。いや、マジほんとないわ、お前。ふざけんなよ。てか何今、すみません、ビリビリペンみたいな。ビリビリみたいな。よし、いやこれだけちょっと頼むよ、本当に。いや、マジないって。マジつかねえじゃん、だって。ちょっと待って。あ、もしもし、ちょっと今ちょっとあの携帯壊されたんで、ちょっと待っといてもらっていいですか。すいません。ルイさん、携帯壊れたんですけど、どうしたらいいですか。トゥルー。ルイさん、携帯つかないですけど、電話来たんですけど、携帯つかないです。ルイさん、ルイさん、なんだよ。おい、ルイさん、携帯つかないです。走るだろ、走るだろ。ルイさん。
さん、おかしいだろ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 、レイさん、ほんと、ほんとに、そういうこと、すいません、レイさん、携帯つかないですよ、レイさん、携帯つかないですよ、レイさん、レイさん、レイさん、どうしてくれるんですか、レイさん、携帯つかないですよ、検証してくださいよ、え、金払ってるでしょ、つきました、つきました、すいません、つきました、すいません、ありがとうございます、すいません、ご協力ありがとうございます、ドキリじゃん、ドキリ成功、イエーイ、はい、まあドキリ終わったということで、リュウさんどうでした、まあ、2回目でしょそうですね、行ったら2回目ですね、ボールペンのドッキリとか、はい、なんでこんなくだらないのやってんだよって思ったんだよね最終的に、はい、その、トーマがちょっと怪しいなと思っても結局トーマも一緒のあれだったでしょ、はめた仲間でしょ、いや、あの、ミロクとミロクとトーマ、トーマは、あの、知ってたっす、うん、俺知らなかった、本当に知らなかった、ルイさんだけですうん、俺だってはめられたんでしょ、そうっす、おい、おいすいません、すいません警戒するぞ、警戒する、これからこれから全部の言動にゆいとさんどうでした、え、面白い、え、ミロクとかトーマどうでした、ミロクはうまかったので、トーマがちょっとその怪しいと思って、はい、で、あ、それどっかしらバレちゃったのかなと思ったんだけど、トーマは、そのミロクとトーマが仕掛け人とは知らなかったから、はいはいはい、うん、魅力とかあっち来た時俺に向けてこんな感じやってくれめっちゃ騙されてますみたいないや恥ずかしいわ本当に恥ずかしいわあー面白かった本当面白かったでまた違う人でねやりたいねそうですね、うん、次はそうですねレイさん今度こそ違う人一緒に騙しましょう、うん、本当に次こそ仕掛け人で警戒はするけどほんと頼むねじゃあ次は30ドッキリが見れるかなということではい今回は20ドッキリ成功したということでゆいと代表とルイさんもいいっすかはいせーの大成功イエーイイエーイあざっすあざっすお疲れ様ですそむいてビクビクしてては掴めないような心歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ強くなれ強くあれ自分に負けない心持って産んだ子供養いこの国を背負う侍たちよ強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ侍ソウル。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。